こんばんは。ポルチーニ竹ってなんかエッチな用語なのかと最近まで勘違いしていた金美館通りの藤村です。今夜も夜の雑学お届けしたいと思います。性サービス店の女の子の名前って大抵は自由に自分で付けられるんですけど、時々コンセプトがはっきりと決まってるお店があって、例えばメロンちゃん、いちごちゃんみたいに甘いものの名前で統一していたり、マチルダちゃん、デイジーちゃんみたいに外国人っぽい名前って決まってるお店もあります。これが結構困るんですけど、例えばお店に向かってる電車の中で何か電車にトラブルがあって、その場で電車が止まってしまうことって東京だとよくあるじゃないですか。そうすると遅刻してしまうから、もちろんお店に電話をしなきゃいけないんですけど、こんな時に名前がティファニーとかだとですね、あ、もしもし私です、いや、あの、いえ私ですって言ってもお店のボーイさんが分かってくれないものですから、あ、ティファニーですけど電車が止まってしまって遅刻しますってその場で言う羽目になるんですけど、もう電車の中はえらい空気になるわけです。で、在籍したお店の中でコンセプト的に女の子がみんな昔の中国の人っぽい名前のお店がありまして、玉蘭さんとか白蓮さんとか名前がすごい仰々しくてお客様も呼びにくいくらいなんですけど、その時に結構お客様に女の子同士ではどう呼び合ってるのって聞かれることがあったんですけど、もちろん女の子同士も本名なんて知らないので普通にその名前で呼び合ってるんですよ。女の子同士で帰りに一緒にご飯食べて帰る時なんかも普通にシュンバイちゃんは何にするみたいに会話してたので、店員さんとかからはまあどう見えてたんでしょうね。ちなみにこういうお店の女の子の名前がこんなに非現実的な名前が多いのには訳があって、やっぱり男性の方って遊ぶ相手の女の子の名前が自分の母親だとか妹だとか彼女の名前と同じだったりすると絶対嫌みたいなんですよね。その辺はデリケートっていうか、男の人って可愛いですよね。それでは今日はこの辺で、お上がりなさいませ。